こんにちは。今日は表参道メディカルクリニック六本木院にやってきました。先生です。今日何をしに来たかというと、まず第一の目的はハイフー。これです。何がやばいってだから縦にしたらあかんねんって今ので絶対縦になるからこのハイフが何がやばいって、美容整形したばりに上がる、うん、あとはね、先生何にしよう。まあだから一番さっきほうれい線っていう話だったから、ほうれい線が気になるんで、もうほうれい線はあの一番ハイフがこうしたいからなんですけど、ハイフってね、 やるだけで もちろんリフトアップもできるんですけど、うん、リハ効果もちょっとあるんです。なぜか顔ちょっと白くなるんですよ。あの血行良くなるんですよね、うんうんうん、だからまあ結構美肌になったりもするんですけど、ね、いつも思うねんけど、うん、美白効果がある施術私するやんか、はい、でも焼きたい人やねんか、うんうん、でも焼いてもシミにしたくないから、 それは意味あるやんね。それは意味あるんですけど、ハイフではそれはあの叶わないから、そういう目的であれば、うちであればフォトフェイシャルっていうのがすごくいいです。あのそれは何でかっていうと、うん、フォトフェイシャルっていうのは光治療器っていうもので、うん、その光をね皮膚にパン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 当てることで、その皮膚の奥の、まあ、メラニンね、そのシミの元になるやつを一応破壊してくれるんですよ、うん、だからシミの、まあ、元になるものがあの消えていく。じゃあフォトフェイシャルもやる。はい、わかりました、やりましょうであともう一つはちょっとサイダさんだったら時々ねあの肌荒れしちゃうんですよね、吹き出物できちゃうから。ちょっとやろうやろめっちゃやろうやろあとはね、肌を安定化させるちょっとメソナっていう機械が、まあ12月に入ったんですよ、うんうん、で1回も受けていただいて、すごいよかったね。そう、実感してくれてるから、今日じゃあその3つちょっとスペシャルコースでやったー、やっちゃいましょうか。モン、キャッ、You wanna play Fortnite? Sure. Okay. Ready? Ready. Let's go. Go, go, go. じゃあ右頬から、はい、ジェル塗ります。今からハイフをまず、あー冷たい。では早速いきます。はい、じゃあハイフを始めます。いきますよ、まず1回。前回ちょっと強くしてみます。痛みどうですか？大丈夫。じゃあ途中で辛かったりする。ね、これって痛い？普通痛いやんな。うん、いや、あの、いや私も全然痛いと思わないです。そう、痛くないねん私、おかしいから。いやこの機械が痛くないんですよ、うんうん、だからハイフっていろいろあってメーカーによって違うんだけど、やっぱり痛い会社と痛くない会社ってどうするの。うん、まあ、これほらそんなにあの直後にそうですね、効果が出るそうじゃないんで、うんうんうん、そうだね、うん、そうそう、あの何日か経ってから、そうそう、1ヶ月とかが一番効果あるよね。そうですね、そうそう、 1ヶ月とか2ヶ月とか、うんうん、痛み大丈夫ですか？全然大丈夫。すごい痛い、これ結構やったことある？強い力。いや、私これぐらいでやりました。へえ、先生こうやって自分でやるの？やります。鏡見ながら、うん、そう。へえ、だってほら自分がやりたい部分、うん、自分が一番やる、うんうんうん、全然痛くない、一番最新バージョンですよね、ハイフっていう機械の中でも。へえ、もっとすっごい痛いです。そう、普通もっと痛い。あ、そうなんや、うん、痛かったらでも無理かも。痛いのって無理よね、続かないんですよ、うん、続けられへんよね。効果はね、やっぱ痛い方が正直出たりするものもあるんですけど、うんうんうん、でも、ね、続かないの、うん、あれちょっとみたいになっちゃう。焼きたいって日サロ行ってるって、今年は焼こっかなみたいな。だってもうどこも行けないじゃないですか。ヒサロ。あ、ヒサロね。あ、そういうことか。普段だったらあのビーチとか行ってたけど。ビーチも行ってない。なんかビーチすごい嫌いやの、海。何それ。でも雪してる。でも海行く人みたいな見た目に今年しようかなみたいな。で、ちょっと薄化粧でワンレンでスーツとか着るスタイルにしようかなみたいな。自己プロデュース。そう、自己プロデュース。すごい。はい、ありがとうございました。イエーイ、終わった。配布終了。痛みどうですか？ Ready? ちょっと効果を、こっちです。こっちですね。ちょっと効果を見ていきたいと思います。どう？おお、あ、
え、右の方が上がってない？すごい、ね、全然違いますね。え、っていうかさ、天生これでやめたらあかんの、私こっちだけ浮いてる。え、全体的にさ上がってます、ね、こっちが上がってるよね。目の開きも全然違いますね。目の開きすごい分かりやすい。え、この眉毛の位置もさ、うん、確かに眉毛が全然違います。これで返されたらこっち。お疲れ様でした。やめてすごい違う。あ、右が上がってます。確かに、ここの厚みが、厚みっていうか、なんていうんだろう、落ちてた感じが上がってますよね。え、あと自分の感覚でも見てなくても、うんうん、こっちがキュッて引っ張られてる感じがある。これ狭くなりましたよね、右が。ほんまや。うん、いいね。すごい。ここの深さがね、違いますよね。そうだね、確かに。うん、そうそうそう。それが違う。うん。次はメソナジェです。これ何やっけ、メソナジェ。これは気温導入の70倍の効果と言われているトレーション法です。トレーション法、栄養をこう入れていくやつやんな。電気を通して、はい、中まで奥深くまで。そうですね、一応神経層のところまで、皮膚のすごい深いところですね。乾燥しなくて肌が整うのと美白。そうですね、保湿もしてくれて、栄養があとものすごいここにある洗剤全部使っていきます。ここにある薬液、はい、全部入れていきます。こんだけ入れてくれる導入器ってほとんどないので、うん、すごくスペシャルケアです。やったぜすごいですよ。大丈夫、あ、大丈夫です。まずこちらで見えない隙間、穴を開けていって、うん、全然もう見えないぐらいのちっちゃい、うん、細胞の間に隙間を開けていってる感じですね。浸透するように。そうです。これスクワランベースの薬剤になっていて、保湿とか抗酸化作用の薬液も入っていたりするので、保湿しながら殺菌してくれるような感じになります。ピリピリする感じありますか？ない、何もない。それも機械だ。そうですね、これも押し込むことで、めっちゃめちゃ気持ちいい。一応小顔効果もあります。押し込むことでより栄養を入れていくような感じで、電気と押し込むことで栄養がより入っていきます。めっちゃ気持ちいい。痛すぎないですかね。痛すぎない。マッサージしながらあるので、うん、マッサージ効果と導入効果。 OK! Ready? 終わりました。やばい、肌が白くなった。わかる？わかれる？ちょっとここはニキビを潰してもらいました。だから治るはず。え、肌ちょっとさ、つるって白くない？なあ、真っ白です。めっちゃ真っ白ではないけど、え、来た時より白くなってる。で、顔も引き上がってるし、なあ、はい、すごい真っ白です。わーい、なあ、大成功。あ、やばい、ブラスエンセクシーショットブラスエン黒ブラ今日は黒ブラパチンわーい、ありがとう。チャンネル登録よろしくね。
毎週配信頑張ります。Make sure to like and subscribe. Bye. Thank you.